俺は急ぐので失礼するよ。ああ、色気出すんじゃねえよ、チンピラども。抜けたいやつは黙ってそこの皮でケツ洗ってトルケルの前に並べりゃいい。それで済む話だろうが。はい、トルケルのご所望は王子のケツだ。なあ、アシュラット、長い付き合いだ。殺したくない。王子を置いて消えてくれ。アバロン、それって土地の名前？そう、楽園の名です。偉大なる祖アルトリウス公はかの地におられます。でも母さん、アルトリウス公って大昔の将軍なんでしょ？今も生きてるの？アバロンは西の大海の遥か彼方、妖精たちの住まう常春の島です。そこは渦潮の死や老いとは無縁の世界。あの方はそこで戦の傷を癒しておられるのです。傷が癒えればアルトリウス公は私たちのもとへ戻ってきてくださいます。私たちを苦しみから救うために。その時が来たら、そなたは公にお仕えしなさい。あのお方こそ、まことの王にして戦士。あのお方の知恵となり、剣となりて、いつの日か。お別れに、話してもいいかな。無駄だ。お前らとは今日まで、本当に長い付き合いだった。共に笑い、共に飲み、共に多くの修羅場をくぐり抜けてきた。今まで話したことはなかったかな。俺はお前らと過ごしてきたこの十数年間、お前らのことが心底嫌いだった。豚にも劣るアングなデンジンどもよ。くそ、王子を抑えろ。カルフィ、ガキ玉使ってな。どうして、くそ、呼んでやがった。おい、いなすな。痛いか、痛い。よっしゃ、させるなよ。かまぬ、それほど。さすが俺の手下、状況判断が的確だぜ。さてと、入ったね、こりゃ。日頃の新人が足りなかったようだな。遠くてよく見えねえけど、なんか揉めてんな、あいつら。仲間割れたよ。こういう時にはよくある話だ。だって近頃は死に惜しむやつらばっかだぜ。実にけしからん。俺様抜きで喧嘩を始めるとは。そういうこと。混ぜろ混ぜろ。
トフィー、ナイフ投げろ。うるせえ、投げナイフは売り切れだ。くそ、アセラットが来ねえ。何やってんだあのハゲ。止まれビョル、話を聞け。そう言われて止まるバカだと思うのかよ、この俺が。よく考えろビョル、王子の使い方に俺ら全員の生き死にがかかってるんだぞ。無駄だいハトリー、ギョルムはアシュラットの一の子分だ。説得はできねえ、やるしかねえんだ。ああ、や、よく分かってんじゃねえか。アシュラットは俺を信じて王子を預けた。その俺から王子を奪うなら死ぬ気で来い、腰抜けだわ。ああ、や、だから直接俺に来いって言ってんの。馬やめろ馬は。ああ、ああ、こけるぞ。え？最後は？おい、トルフィンが逃げるぞ。かまる、待ってくれ。おい、おじ、いけるか。無茶すんじゃねえよ、てめえ。おじ、考えろ。はい。生きてた。よし、引き返す。やってくれじゃねえか、このドサンピンども。ち、てめえも生きてたかビョル。な、そのキノコ。まとめて帰れ。団体でバルハラまで案内するぜ。やがって、あのハゲ、俺が殺すまで死ぬんじゃねえぞ、アシュラット。やれやれ、年は取りたかねえもんだ。このアシュラット様がたかが50人の包囲を抜けられんとはな。ねえ、待つんだ、脱出の攻撃を。もうすぐトルケル軍が来て大混乱になる。このガキは！見たかい？見た。この男と斧でも合わ切れねえぞ。くそ、やっぱ強え。ちょっとり、ついカットなっちまった。いやあ、すまんねえ。大きな声出しちゃって。さあ、おいで。おじさん、もう怒ってないから。東側のやつ下がれ、流れ屋に当たるぞ。チッ、出たよ飛び道具。トルグリム、仕切ってんのおめえか。だったらなんだ、死に損ない。いいのか、さすがの俺も死んじゃうぞ。知ったことか。ビョルンとトルフィンは手だれだ。追っ手を返り討ちにするかもよ。そうなったら王子確保のために俺が必要だろう。俺を人質にしておけばビョルンの奴は俺と王子を交換するために必ず戻ってくる。俺が生きていればの話だから。どうするトルグリム。足を狙え。おお、やった。
らしくねえぜ、アシェランド。あんた、そんな必死な男じゃなかったろ。いつもなら、勝ちの薄い戦からは、さっさと手を引くだろうが。なんであんな腰抜け王子のために命を懸けるんだ。褒美と一緒に、赤穴に入るつもりかよ。俺はもう年でな。満足に働ける時間は残り少ない。さすがにもう待てなくなったのさ。まことの方がアバロンからお戻りになられるのな。わけのわからんこと、もういい、うんじまれ。おい、どうする。よう、楽しんでるかい、お兄さんたち。狩猟のアシェラッドちゅうのはどいつだい。ぜひお目にかかりたいんだが。困るな。お約束のない方はちょっと。やっぱでかいな。近くで見ると。俺はトルグリムってんだ。抵抗はしねえ。話を聞いてくれ。大将、王子がいませんぜ。そうなんだ。それを今話そうと思ってたんだ。俺たちはあんたに王子を引き渡そうと思ってたんだが、こいつ狩猟のアシュラントが王子を逃がしちまって。だが安心してくれ。手だれを10人追手に出した。とにかく王子のことは俺らに任せてくれ。オーディンの名にかけて必ず捕まえる。その後の切り札もあるんだ。なちょっとおい。あんたがアシェラッドか。なかなかの知恵者のようだな。ところでオルフィンが見当たらねえんだけどさ、あんたが切っちまったのか。切っちゃいねえよ。あいつは王子の護衛につけた。この反乱には加わってねえ。そうかい。それを聞いて安心したぜ。よし、待たせたな、チンピラども。アシェラッド以外はやってよし。話が違うぞ、トルグリム。おい、おめえら。獲物を拾いな。最後くれ、戦士らしくしろよ。早く、俺。おめえらのために言ってんだぜ。丸腰で死んじゃ、バルハラに行けねえだろうがよ。よしよし、こうでなくちゃ。待ってくれ、トリケル。いいのか、いいのかよ。俺たちを殺したら王子は手に入らねえぞ。うん、大丈夫、自力で捕まえるから。おい、お前の斧かかってこいよ。戦士ならスカッと気持ちよく死んでみろ。同情するよ、トルグリム。心が黙れ。
何もかもてめえのせいだ。諦めろトルフリムよ、お前はもう死ぬんだよ、絶対に死ぬんだよ。だったらかっこよく戦って死のうよ。ああ手伝ってやるからさ。さあ来いよ、ほら来い。いや、ああこれか、ちょっとプレッシャーかけすぎたか。ダメだこりゃ、中身が抜けてっちまった。もしもし、何なんだ、トルフィン。喧嘩売ってやがる。ん？獲物？お前のボスだろ？こいつ。ボスじゃねえ！おい聞いたか？あのチビ大将を殺すとよ。ほう、言うだけでも大したもんだ。アシュラットをこっちに渡せ。渡さなけりゃ殺す。マジ？じゃあ渡さねえ。聞いたか、今アシェラットの身柄をかけて俺とトルフィンの決闘が成立した。お前たちが証人だ。やったね。いや、勝手なことを。トルフィン、お前が勝ったら無事に逃がしてやろう。馬もおまけにくれてやる。ロンドンの時みてえに行くと思うなよ。おう、期待してるぜ、トールズの息子。戦士の一族の末よ。